横浜スタジアムです。天気は晴れ。ユースチャレンジトーナメント準決勝、日本代表対コロンビア代表、今日の試合実況や続か。放送席には爽やか解説でおなじみの水沼貴さんがいらっしゃいます。水沼さん、今日もよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。ご覧の放送は現地から生中継でお送りします。それではピッチの方にカメラを映してみましょう。選手たちがピッチに登場してきました。向かって左側にエンドを取りました。青のユニフォームを身につけます。日本代表本日のスターティングメンバーです。対します黄色のユニフォーム、コロンビア代表。スターティングメンバーはご覧の通りです。前半45分のスタートです。中原井、スローイン、鈴木、ロングボール、これが内田手、ボールを回します。ここもつながる、ダイレクト来た、決まりました。日本先手を取ります。1対0。リプレイが出ます。水沼さん、日本代表ナイスゴール。まずは先手を取りました。いい時間に先制することができましたね。流れをつかむ上で大きいですよ。キックオフされました。ジャリコ、グエラ、さあコーナーキックでゲーム再開です。こういうセットプレーが鍵を握りますね。サードは、来た、割れんばかりの大歓声。見事なゴールを決めました。2対0。来ますよ。位置をずらした、決まりました。日本追加点、3対0。カジいた、ダーッときた、ゴール。日本前半残りわずか、ここで得点しました。4対0。前半が終了しました。来た、1点追加、ダイレクトで展開、ダーッときた、ゴール。久保、ここで試合終了の笛。終わってみれば6対0で日本代表大量ゴールを奪い勝利しています。日本代表この結果で決勝。
ー。